する TV。 ずるずるとすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、都内でも完成度高めな二郎系ラーメンがいただけるのはこちらです。ド AR または臨海線大井町駅から徒歩3分くらいのところにありますザ・ラーメンスモールアックスさんにお邪魔してます。こちらザ・ラーメンスモールアックスさんは2012年オープンということで、二郎インスパイア系ラーメンの中ではなかなか古株な印象のお店です。何度かお店の前を通りがかったことはあったんですけど、店内がかなり狭めで常にお客さんが入っている印象でなかなか行くことができずにいたんですけど、今回ですねスーパー常連さんのお力をお借りしまして、ようやく念願の訪問が叶うことになりました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。大井町の飲み屋街で愛される正統派二郎系な一杯を早速すすりに行きましょう。レッツゴー。東京都臨海線大井町駅、JR 東急臨海高速鉄道の3社が乗り入れている乗り換えなどに便利な駅です。お、駅前はイルミネーションですっかりクリスマスムードですね。いや、降りた瞬間にねイルミネーションの綺麗さに目を奪われました。めっちゃ綺麗じゃない。いいな、駅前にイルミネーションある駅。いいな、いいな。ちなみに今回なんですけどね、結構前から行きたかったけどなかなかこうちょっと許可を取るのがね難しかったお店なんですけど、とあるね常連さんのお力添えがありまして、ようやくね撮影させていただける運びとなりました。非常に楽しみにしております。まあ、そういうねちょっとお店さんとの兼ね合いもあってね、結構夜の時間帯なんですけど、このイルミネーション見れてよかったな。いいな。絶対いいなと思ってないだろうと思った方は高評価をお願いします。高評価は本当にいいなと思っています。というわけで駅から少し歩いたところにある大井町東小道飲食店街に入っていけば目的地はもうすぐ。個人経営の居酒屋が立ち並んでいてめっちゃいい雰囲気。こういう場所大好きです。さあザ・ラーメンスモーラックさん、ストイックな食券さんです。今回はラーメンと豚、さらに生卵をプッシュ。ホールは野菜ニンニク油でお願いしました。カウンターのみの狭めな店内でお箸や卓上調味料は頭上に。こういうストロングスタイルな雰囲気も好きだなと思いながら待ってた。こちらがザ・ラーメンスモールアックスさんのラーメン&各種コール&トッピングです。ぬひょう。てっぺんの油をはじめ盛りのいい野菜が美しい。キャベツが少し入っているのも彩りがグッド。豚はゴロゴロとしたタイプだぞってことでいただきます。ではまずスープから。ニピン。旨味がキリリと立っており醤油もじんわりと効いた直系二郎ライクな美味しさ。みりん風の甘みも感じられます。さあお次は野菜と油を食らう。くた気味な茹で加減でキャベツの食感もナイスなアクセント。卓上のタレをかければまるでアックスボンバーのような威力を発揮しガンガン食べ進められます。さて今度は豚をガブリ。小ぶりなものがゴロゴロ入っており、食らってみるとホロホロと崩れるような柔らかさを持つうま豚。野菜との合わせ食いもバッチリはかどり、何より食べても食べても中から出てくるのが嬉しい悲鳴です。ではある程度野菜と豚を食べ進めたら麺とご対面。平打ち気味の太麺をすする。おらん。表面にゆるんとした滑らかなすすり心地でスープを少し吸っていてかなりすする好みな味わい。茹で加減は柔らかめでクニとした食感がたまらなく、コントローラーを離していても勝手に麺をすすってしまう。バリバリの非乳化タイプのスープも次の一口を求める要因となり、言わずもがな刻みニンニクとの相性も楽しんできます。さあまだまだ現れる小ぶりな柔らか豚もガブガブ食らっちゃって、ストロングスタイルなお店の雰囲気にそぐわぬ一杯を堪能していく。そしてここで天下の宝刀生卵を登場させましょう。相性はいかほどか。よっしゃスルー。うまーい。旨味と醤油が立ったスープなので卵黄によるまろやかなコクは抜群のマッチング。これならクロコダイン様も大満足で、同じくすするも大満足。どうしてもっと早く来なかったんだろうと後悔に苛まれそうになりながらも、このラーメンのうまさが全てを忘れさせてくれます。
ってな感じでスープから始まり野菜、豚、麺と全てのバランスが最上位で保たれており、残りの具材も余すことなく取り込んでいく。最後の一口になるまで全神経を集中させて味覚に刻み込んだら本日も完食です。大変美味しくすすれました。二郎系ど真ん中というよりはもはや直系二郎に近い味わい、終始テンション上がりっぱなしでした。それではごそれおう。はい、ごちそうさまでした。いやー、スモールアックスさんに行ってきたんですけれども、めっちゃうまかったですね。正統派二郎インスパイア系のど真ん中というよりもはや直系っぽい味わいで、食べている時めちゃくちゃテンション上がっちゃいました。今まで行かなかったことを本当に後悔するレベルで美味しかったですね。店内は狭めのカウンター席になってまして、店主さんが一人で回す超ストイック空間となってまして、麺を湯切りする音、そしてコールを聞く声のみが鳴り響く、こういうね、いい意味でこう殺伐としたお店の雰囲気もめちゃくちゃ好きっすね。キリリと旨味立ちつつ甘みのあるバリバリ皮乳化なスープに、ニュルンとしたすすり心地の気持ち柔らかめに茹でられた平打ち太麺の辛みが秀逸で、めっちゃ美味しかったです。今回は豚増しですすってみたんですけど、小ぶりで柔らかく食べやすいサイズの豚がゴロ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 入ってて、豚をねたくさん食べることができたんで食べ応えも十分でした。トータルバランス本当に最高な二郎系といった感じで、大井町で9年続く一杯は伊達ではない美味しさでした。ぜひともね、またすすりに行きたい。とても美味しい一杯いただきましたね。ごちそうした。それではするの公式キャッチフレーズ、ザ・ラーメンスモーラックさん、大井町のラストサムライヤー、めちゃくちゃうまかった。どうものBです。編集後期ということで、今回はザ・ラーメンスモールアックスさんです。はい、前をね何度か通って気になってたらしいんですけども、まああんまりねこう混んでるお店だと撮影許可がね取りづらいので、あのお店の方に迷惑かかりますし、で特にね店員さん一人でやってるところだと余計にねこう煩わせたくないという気持ちがありますのでね、するもそれでまあなかなか違いますね、撮影許可が取れなかったみたいなんですけど、ようやく行けたみたいでよかったですね。はい、で今回ですね、あのアックスということで結構斧のキャラを探したんですけど、なかなかなんかねパッとするキャラクターの方が、まあもし斧キャラで好きなねキャラクターがいる人には申し訳ないんですけど、ちょっとねこうパッとこういいキャラがいなかったんで、まあ今回ねアックスボンバーとかね、あとあの狩野英孝さんのね勝手に斧振らないでのねちょっとオマージュとかもネタに組み込ませていただきました。そしてまあ僕が一番最初に思いついた斧キャラがクロコダインさんだったんで、無理やりねじ込みました。すする TV をご覧の皆様こんばんは、ラーメン YouTuber のすするです。すする TV では1分でラーメン屋を紹介するすするショーツ、日頃の裏側などをお届けしているサブチャンネルミッドナイト TV、 さらにすするとそっくりだと話題の成田くんという人のチャンネルなど、その人に合ったすする TV をご提案させていただいております。ぜひあなたに合ったチャンネルを探してみてください。以上、すするからの告知でした。また次回。